エール王の主な舞台になっているアルブヘイムには森だの山だの砂漠だの様々な地形が存在している。もちろん人が暮らしている町もあるけど、基本的には自然が多く残された世界だ。そう、結局一緒に行動することになってしまった。まあアドミニストレーターが現れたり、俺の記憶がおかしくなったり、異常が発生しているのは間違いないんだ。一体何が起こっているのか確かめたいし、何より彼女から目を離すのは怖いからな。いろいろな意味で。何か言ったかしら？いいえ、何も。とにかく今世界の状況がどうなっているのか情報収集はしておきたい。まずは一番近い町を目指して。向こうから声が聞こえるわね。だから誤解なんだって。誤解誤解誤解。そうです、私たちは何の関係も。うるせえ、さっさとこっちに来い。揉め事みたいだ。どうするつもり？とりあえず仲裁に入るよ。プレイヤーなら何か情報交換もできるだろうし。よう、取り込み中悪いな。ちょっと聞きたいんだけど、あんたら。まだ仲間がいやがったか。構わねえ、数はこちらが上だ。まとめて叩きのめしてとっ捕まえてやれ。え、ちょっと待てて。おい、言っても無駄みたいね。私が少し遊んであげるわ。光栄に思いなさい。任せてくれ。今回は私に協力してもらうわよ、坊や。やり合う気なんてないのに。役に立つかな。振りかける火の粉は払うな。さっさとおとなしくさせましょう。引き上げた。あ、待てよ。言ってしまったか。話を聞きたかったんだけどな。ういー、助かった。怖かっ
こっちは無事みたいだな。何があった？何かトラブルでも？そうなの、ひどいんだよあいつら。私たちがやったと一方的に決めつけて。と、お礼を先に言うべきか。助けてくれてありがとう。私はフーカ、この子はナビゲーション AI のネイジュ。ありがとうございました。ネイジュは事情があって大きめサイズなの。事情？ちょっとね。それであなたは？キリトだ。で、こちらのお姉さんが？クイネラ。キリトのクイネラね。いやー、ほんと助かっちゃった。さっきだった連中に囲まれた時はどうなることかと思ったよ。強いね、君たち。相当頭に血を上らせてたな、あいつら。一体なんでこんなことに？この辺りを探索してたらさ、なんだかプレイヤーが集まってザワザワしてたんだよね。で、近づいて立ち聞きしたところ、タチの悪い PK が出たとかいう話が聞こえてきて。 PK？ プレイヤーキラー。この世界の殺人者のことだ。 ALO では許容される行為だけど、まあそれでも守るべき礼儀や作法ってものはあるからな。禁忌目録がないと不便なものね。禁忌目録？ああ、いや、こっちの話続けてくれ。うん。巻き込まれるのも嫌だったからそのまま立ち去ろうとしたんだけど、うっかり見つかって、その時なぜか PK の濡れ衣まで着せられちゃったの。こそこそしてるのが怪しい。さては、 PK もお前らの仕業だろうってね。それはまた短絡的だな。だよね。もういきなりすっごい決めつけようでさ。ねえ、ネージュ。うん。私たち本当に何もしてないんです。なのにいきなり食ってかかられて。なるほど、そうか、そりゃ災難だったな。あれ、キリトはあっさり信じてくれるんだね。いいの？まあ、ナビ AI が嘘ついてまでプレイヤーをかばうってのは考えづらいし。ああ、なるほど。それに俺たちの方もちょっと話を聞ける相手が欲しかったんだ。なあ、この世界何かおかしくなってないか？というと、もしかしてキリトたちは何か妙なことを体験した？そうだな、記憶が混乱したり、ALO にログイン中のはずなのにおかしな VR 世界に迷い込んでいたり、それに本来いるはずのないものに出会ったりね。そっか、心当たりがあるという表情に見えるわね。いやいや、そこまで大層なことじゃないよ。でも知っていることがあるならよかったら教えてくれないか？そうだね、助けてもらった恩もあるし。うん、私たちの知る情報を提供しましょう。ふうか、大丈夫大丈夫、私に任せとき。とりあえずもう少し詳しく自己紹介させてもらうね。私の名前はふうか、 ALO のプレイヤーではなく、とある拡張機能開発のために雇われたテストプレイヤー。そしてこっちのネージュはナビゲーションピクシー兼開発のお手伝いをしていたサポート AI です。開発サポートのため今はアバターのサイズを変更してもらっています。へえ、そんな調整が入ってるんだ。それで拡張機能っていうと、思い出のシーンを再体験、過去を今にする新体験、ガラクシア。やったな、みんなのおかげだぜ。
ガラクシア。知ってる？使ったことあるかな？ああ、過去を再現して体験できるんだっけ。すごい人気だって聞いたけど、君も開発に関わってたのか。まあね。いや、さっきも言ったように単なるバイトのテストプレイヤーなんだけどさ、正式版リリース後もバージョンアップのための開発は行われてて、私も引き続きそれに参加してる。で、今日もテストのためフィールドに出てたんだけど、いきなりガラクシアがシステム異常を起こしちゃって、世界にノイズが走って目の前が真っ暗になって、気づいたらネージュと二人この近くの草原に立ってた。とすると、今起こっているおかしな現象はガラクシアに原因があるってことか。その通りかもしれないし、そうじゃないかもしれないし、どうだろう。ガラクシアに不具合が出てたのは確かなんだけど、全てがそのせいと言ってしまっていいのかどうか。原因は別にあって、その不具合も結果の一つに過ぎない可能性がある。そういうこと。私はプログラム関係全然わかんないんだよね。どこがどう悪いのかとか見当もつかない。ネージュもガラクシアがおかしくなった時にシステムとの接続が切れちゃって、ほとんどの機能が使えなくなってるみたいでさ。お役に立てずすみません。で、ところでキリタとクイネラにお願いがあるんだけど。ん？もしよかったら私たちのボディーガードをしてくれないかな。ボディー護衛ってことだな。そう、これガラクシアのテスト用アバターだから、まともに戦えるキャラビルドになってないんだよね。さっきみたいなのに絡まれたり、強力なモンスターに襲われると対処できない。うん、そうですね。確かに道中一緒にいてもらえると心強いです。道中ってことはどこか目指す場所でもあるのか。テストルームに帰ることができれば一番いいと思ってるんですけど。ですよね、フーカ。そうだね。周辺の状態を確認して不具合レポートを作成しつつ戻れれば。あ、テストルームってのはね、つまりテストをする部屋。情報が増えてないですよ。ガラクシアのテストと調整のため、うちの会社が ALO 内に借りている領域のことです。開発拠点の一つで今もスタッフさんが詰めてるはずです。そうそう、多分この世界のどっかにはあるはずだから。あ、まあ送り届けるくらいは構わないけど。で、今この世界のどっかにあるって言った？場所がわからないのか？ナビピクシーがいるならテストルームの位置やそこまでの道順は分かってるもんだと。いえ、その申し訳ないのですけど、さっき少しご説明したように、今の私はシステムから切り離されているもので、現在地の把握すらままならないんです。あ、マジか。あ、そりゃ大変だな。とはいえ俺たちも迷子みたいなもんだし。後ろから追ってきます。げえ、さっきの奴らか。執念深いな。しかも人数が増えてる。助っ人を加えて戻ってきたのか。とりあえず話し合ってみたいところだけど。こいついた PK の容疑者ってあなたたちね。痛い目に遭いたくなければおとなしく降参しなさい。で、リーファー。いや、でも何か様子がおかしくないか。おい、リーファ、俺だよ。わからないのか。問答無用。ダメだ、やるしかないのか。くそ、どうしたんだよ。落ち着け、すぐ。
あれ？よく見たらお兄ちゃん？よく見なくても俺、気づくのが遅くないか？ごめん。あれ、なんでわからなかったんだろう。他の連中は逃げていくわね。どうするの？ほっとこう。話ならリーファから聞けそうだしな。じゃあつまり PK の容疑者ってお兄ちゃん、キリト君なの？違う、後ろの二人。無実です。法の保護を、すべて弁明の機会を。ってキリトも人が悪いよ、信じてくれたはずだよね。悪い。まあ冗談はともかく、あくまでまだ容疑者なんだろ。リーファももう少し冷静になってくれてもいいと思うんだけどな。私たちは本当に通りかかっただけなんです。心当たりが全然なくて。まあ確かにおかしなことしそうな人たちには見えないかな。リーファは何をしてたんだ？なんでこの二人を追いかける側に？アシナさんたちと狩りしてたら目の前が真っ暗になって、気づいたら一人でこの辺りに放り出されてたんだよ。なぜかみんなと連絡が取れなくなってるし、周りに同じような人が何人かいたから、困ったな、どうなってるんだろう、なんて話をしてたら、少し離れたところから誰かが襲われたとか殺されたとか、そんな話が聞こえてきて、一気にパニックが広がって、そしてなんだか意識にもやがかかったようになって。お前自身は PK の現場は見てないんだよ。というかそれだけでこの人たちを容疑者扱いして襲いかかるなんて、今考えると過剰反応だよね。ごめんなさい。いいな、分かってもらえたら。こんな不具合過去になかっただろうし、私も含めてみんな冷静さを失ってたのかな。何にしてもそろそろ場所は変えた方がいいんじゃないかしら。また面倒なのに見つかるわよ。そうだな、少し移動するか。モンスターの気配もあるけど、このくらいなら突破できるだろうし。じゃあ私に任せて、キリト君。空から先導するよ。私の強さを見せてあげる。空中からの援護を頼む。私のために戦ってちょうだいね。
びしてみようっと。敵を見つけたよ。これならよし降りるわ。よっ、えい、行くよ。敵発見だよ。とどめ。降りるよ。敵を見つけたよ。行くよ。あげるんだ。よし。敵を見つけたよ。ここまで来ればもう安心かな。はあ、疲れた。リーファもみんなもお疲れ。ほんと今日は走りすぎ。こういうの慣れてないんだよ。また今度一緒に特訓しましょうか、フーカ。落ち着いたところで話の続きだけど、そもそもキリト君たちはどうしてここに？あー、そっか。クイネラさんと一緒に行動するうち、フーカさん、ネージュちゃんに出会って手を貸すことになったと。あのさ、リーファ、妙なことを聞くようだけど。ん？何？お前、クイネラとは初対面なんだよな。ん？うん、そうだよ。もしかしたら ALO のどこかですれ違っているかもだけど。初対面ですよね。そうね、あなたにとっては。だけど。え？話をややこしくしないでくれ、クイネラ。おそらくみんなでガラクシアを体験したり、リーファからデータをもらったのは現実にあった出来事。ただし俺が転校生アドミニストレーターをみんなに紹介したのは現実ではなく、再体験時に追加された幻。つまり
俺はどこかのタイミングでガラクシアを起動し、リーファからもらったデータを読み込ませていたんだ。しかしそこでシステムに何らかの異常が発生した。おそらくはその影響を受けて俺はガラクシアについての記憶を失い、一緒にいたアドミンストレーターと共にデータに記憶された過去を再体験し、そのままそっちを現実だと思い込んでいたか。お前は私、現実にはいるはずのない存在に対して転校生という役割を与え、頭の中で辻褄を合わせたのよ。無自覚のうちに人間の頭脳って時に面白いほど柔軟で優秀なの。情報の喪失によってエラーが起こりそうになると勝手に保管して対処する。補足どうも。俺については多分そういうことなんだろう。でもいや、なんでもない。まだ疑問のすべてが解決したわけじゃないんだよな。彼女、現実にはいるはずのないアドミニストレーターはなぜ今俺の目の前に存在しているんだ。これについては単なるガラクシアのシステム異常では説明できないさ。何の話をしてるの二人とも。異常事態でちょっと俺が混乱してたって話。もう大丈夫だよ。アドミニストレーターとの関係についてはリーファに説明しようがないな。しばらくはゲーム内の知り合いで通すしかないか。それにしても困ったよね。いつ頃元に戻るのかな。これガラクシア関係者さんのご意見は。わかんない。ふうか、それ自信満々に言うべきセリフじゃないですよね。いやいや、私たちバイトのテストプレイヤーとお手伝い AI よ。開発プログラマーとかじゃないんだから。ま、別に焦ったり悲観的になる必要もないでしょ。すぐに修正されるよ、きっと。ガラクシアのシステム異常が原因ならテストルームに行けばスタッフさんから今後の見通しを聞けるだろうしね。なら私もご一緒しようかな。構わない？もちろん。むしろ助かります。ありがとうございます。うん、よろしく。さて、おしゃべりはそろそろいいかしらね。ずいぶんと時間を食っちゃったからそろそろ経つわよ。私はもっとこの世界を見て回るんだから。はいはい、音もしますよ。私も世界をあちこち探索しまくって不具合レポートを山ほど出せばバイト代上乗せされたりするかな。現金な。まずはできるだけ寄り道せず戻りましょうよ、風花。でも街が見えてこない。歩いても街が見えてこない。グロッケンの街どこ？というかここどこなの？フカー！フカジロー、やーい！一緒に狩りしてたはずだったんだけどな。どこに消えちゃったんだよ。いや、
とりあえず冷静になろう。私もしかして負荷から見たら消えちゃったのは私の方なのかも。だってこの辺りの地形全然見覚えないし、これ私だけ強制転送されたってこと？もしそうなら何かの突発イベントだとしても、知らない場所に一人で放り出されるのはやっぱり心細いな。ふか、ピトさん、エムさん、誰かいないの？うるさい！まあでもそうだね、マイナス思考は良くない。何も生まない。前向きになろう。これがどんなイベントであったとしても、敵を殺せるだけ殺したら何か進展があるよね、多分。一生懸命頑張ります。見つけた。
リロードするよ。囲まれてる。カズの暴力ってずるいな。とりあえず拠点は確保したけど、ここから籠城戦か。何体ぐらい道連れにできるかな。あれ、向こうに人影。誰か来た。いやでも人型モンスターかもしれないし、プレイヤーであっても味方だとは限らないよね。どうしよう。戦いの気配がして見に来たけど、誰かが魔獣に襲われてるのか。女の子かな。いや、むしろ女の子が魔獣を襲ってる。見たことない武器だけど、飛び道具。すごい身のこなしで一体一体確実に倒してる。あんな動きができる人、上級修験士でも見たことないぞ。ただ多勢に無勢か。よし、決めた。加勢しよう。ここに来て初めて見かけた人間だしね。